ボリュームを整えることができないクリニックで行う切るフェイスリフトは、どんなに優秀な医者がやったとしてもほぼほぼ無意味なんで注意してください。このチャンネルではお顔の若返りの悩みを中心に美容医療のさまざまな悩みを解決する、そういう情報を発信していきます。ぜひチャンネル登録をお願いします。今回の動画では他のクリニックで切るフェイスリフトをしたけれども全く効果がなかった、そしてシンシアの切らないフェイスリフトをしてめちゃくちゃ綺麗になった、そういう患者様を紹介いたします。シンシアの切らないフェイスリフト、これがどのような意義があるのか、そして意識の低い切るフェイスリフトがいかに意味がないものなのか、これについてもお話しさせていただきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。今回の患者様の一人目ですけれども、60歳の女性です。某クリニックでですね、切るフェイスリフトをしています。切るフェイスリフトをしてこういう状態でシンシアにいらっしゃったね、目の下の方は退院でもうクマ治療を行ってるんですけど、これまた再発してしまってですね、シンシアで治療したっていう話になります。シンシアで治療して1年後っていう感じなんですけれども、このブヨブヨした感じ、すでにへこんでるんだけれども、へこみ足りないから涙袋がなかったっていうような状態からですね、涙袋だけ残ってるとやっぱりスッとした感じになる、顔もめちゃくちゃ小さくなって若返ってるっていうのが1年後なんですけれども、フェイスリフトなんですけど、傷よく見ると分かります。この辺から切ってあって、ズズズズズって、ここの人はこういう感じでグググって綺麗な切り方でやってあるなっていう感じではあります。結果として全く効果がなかった。1年後こんな別人、斜めから見たところもね、もうすっごい濃い若返って綺麗になってますね。切らないリフトっていうから糸とか入れてんじゃないか、糸全く入れてません。まずここのブヨブヨを減らしますっていうのは退院の再発の術後ではありますけども、経血膜脱脂術でヘルニアしている眼下脂肪を完全にヘルニアをなくすっていうことをして、ここに関してベイザーとアキーセルの脂肪吸引を行っています。ここの部分です、しぼんじゃう部分ってあるんですね。年を取ると目の下、中顔面、ほうれい線、こういうところの皮下脂肪はどんどん痩せてくっていうんで、脂肪注入赤の部分にしております。この組み合わせをすることによってここの脂肪が減って、でここのいたボリュームがこっちに上がってきてるんですよね。下にいたボリュームが上に上がる、すなわちフェイスリフトなんですよ。シンシアの切らないフェイスリフトを達成するために必要な傷っていうのがどんなものかっていうと、ここに小さい穴を開けるんです。ここからアプローチしてでグーグーグーってちょっと曲がったのを使ったりして、この辺まで吸えるんですけれども、こっちの方に注入するのはマイクロコンデンスリッチファットっていう技術を使いますけれども、本人意識ないままなんですけれども、ベッドごとグー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 って起き上がってくる感じになります。元気のない他人に見せてるって顔になります。その時にですね、ちょうどになるまで細い針、細い注射器で入れていくわけです。ちょうどまでしか入れないと入りすぎてボコボコになるとか、そういうことがリスクが低いっていうような状態になります。脂肪がどれくらい生き残るのって、これ非常に個人差はあるんですけれども、マイクロコンデンスリッチファットっていう脂肪はですね、その中でもかなり残りやすいっていうタイプの脂肪なので、優秀なので採用しているっていう話になります。これがもし仰向けで注入しちゃったら、マーキングたとえしてあったとしてもですね、入れる量が肝になっちゃうんですよね。肝でやってる治療を受けたいですかって、私受けたくないです。理にかなった注入量でぜひともやってほしい、そういう話になります。もうこの辺のベタッとしたね、脂肪がなくなって、この辺がシュッシュッって張りが出るとね、パッと見た目で綺麗なんですよ。なんで他のクリニックで切るフェイスリフトなのにさっぱり綺麗にならなかったのか、年を取ってきた時に
に加齢を感じさせる顔つきっていうのは、まず一つは皮膚自体が緩んでくることです。二つ目ですけれども、ここにべっとり脂肪がついて、ここが枯れてくる、しぼんでくるんですよ。かりそめ二十歳でここにべっとり脂肪がついていて、ここが枯れてる人がいたとしたら、綺麗ですか？若く見えますか？見えるわけありませんよ。二十歳でこういう風についてる人いないわけですから、60歳の人がそこを放置して切って引っ張ったところで綺麗に見えるわけないんですよ。ボリュームを整えることができないクリニックで行う切るフェイスリフトは、どんなに優秀な医者がやったとしてもほぼほぼ無意味なんで注意してください。それくらいだったら私がやる切らないフェイスリフトの方がはるかに効果高いです。切ったら傷は残るんですよ。残る傷をつける価値がこの方にありましたか？はい、ありません。ありがちな話なんですけれども、美容外科に行くと、ある程度年を取った人の場合、脂肪吸引するだけではたるむからとか、ひょうたん顔になるかとか、わけわかんないことを言い出してですね、糸のリフトを入れましょうっていうクリニックがめちゃくちゃ多いです。めちゃくちゃですよ。はっきり言ってただの値段の釣り上げだと思っていただいた方がいいです。糸のリフト、まあこうやって仮染め入れたとするじゃないですか。この辺引っ張りたければ、この辺までは入れないと上がりませんのでね、この辺だけ入れたところで全然上がらないんですよ。はっきり言ってしまえば、脂肪吸引してこうやって通したとしますよ、糸をね、この辺脂肪吸っちゃってるからズッコズコになってるわけですよ。糸引っかかると思いますか？引っかかりませんよ。この辺まで通したとしますよ、仮染めね。でこの辺全く意味のないトゲなんか全く引っかからない、ただいるだけの糸、この辺からだけ入れたような糸ってほぼほぼ意味ありませんからね。腹くくってもうこの辺は引っかかんないから、こっからこの辺に斜めに入れますよ、まだ良心的ですけれども、そんなことしなくてもめちゃくちゃ上がっちゃうわけですから、もうシンシアではですね、基本的には切らないフェイスリフトって言ったら、あのベイザーキースルの脂肪菌とマイクロコンデンスリッチファットだけのね、あの治療で済んでしまうわけです。解剖学的に理にかなった治療というのはそういうことです。ちなみにシンシアの脂肪吸引で、あのたるんだように見えない理由なんですけれども、脂肪吸引っていうのはこういう脂肪吸引管を使います。脂肪吸引管っていうのは先端閉じてるんですね。ここに穴が開いてると皮膚突き抜けちゃうからなんですけれどもね、脂肪組織の中にこうやってズズズズって入れてって、バキュームかけるとここの部分で脂肪を巻き込んで擦ることによって削り取ってくるっていうことなんですよ。そうするとどういう風になってくるかというと、例えばこの方ですけれどもね、この辺からこう脂肪吸引管を入れてこういう風に擦ると、穴の先端から吸えるんじゃないんですね。ここのゾーンが本当に吸いにくい、あるいは吸えないって話になっちゃうんですよ。そうするとこの辺だけ取れちゃって、でこの辺が残るとむしろたるんだように見えたりするんですね。そうするとなんか俺の脂肪吸引だとかえってたるんじゃうな、あそうだ糸入れるよみたいなね、そういう安易な考え方してるドクターがめちゃくちゃいます。拙い技術のドクターほど小細工をかますようになったりするんですよね。シンシアの場合ですけど、この辺をですねベイザーっていう機械で執念深く溶かしてます。ベイザーっていう機械はですね、この先を溶かす機械なんで、この辺溶けてればですね、こうやって入ってくれるから吸えちゃってる、吸えちゃってるからここが軽くなってスッキリするっていう話になります。脂肪なくなっちゃったらこうやってたるむじゃん、これね一つの真実ではあるんですよ。しかしながら20歳には20歳、30歳には30歳、50歳には50歳、そしてこの方みたいに60歳には60歳なりの支える力が皮膚には存在しているんです。20歳だったらどんなに重いもんだろうと支えることができる、こういう状態ですけれども、40歳だったら重いものはちょっと支えられないな、でも軽いものだったら全然支えられる。赤ちゃんなんてこんなブルドッグですよ。人によってはブワンブワンってたるんでますか？たるんでないですよ。脂肪がついてるだけですからね。そんなこの方に関して言えば、あの術前に触ってみてですね、この重さはこの質だって
ったら支えられないだろう、こういうことを私が判断するわけですよ。それでできそうだったら切らないフェイスリフト、支えられない時はもう切るフェイスリフトをしましょうって、そういう話になるわけですね。まあ、結果この方は切らずに済んでるっていう、そういう話ではあります。ちなみに切らないフェイスリフトのダウンタイムですけど、これ術後1日目ですね。ついでにあの目も一緒にやってますからね、目やって顔やってさっきの結果が出るのに、これが1日目でこれが1週間ですからね。このダウンタイムの軽さ、下手すりゃ糸のリフトより軽いんじゃないかっていうぐらいで、ほぼほぼ奇跡みたいなね、上がりっぷりが達成されたっていうね、よほど切るフェイスリフトよりも良かったっていう話になります。この方もね、54歳の女性です。他のクリニックでフェイスリフトして効果なかったっていうんで、シンシアの切らないフェイスリフト、糸は入れてませんっていうね、めちゃくちゃ綺麗になってる。本当にこの人こんなに綺麗だったんだなっていうね、本来持っていた綺麗さがそのまま復活したっていう、そんだけのお手伝いをしたっていう手術ですけどね。さっきの方よりももうちょっと傷目立ってますけど、まだいいかなっていう感じですね。実際にはこういう感じで傷があると。でも効果なかった。もうみんな一緒です。結局こっちついちゃって、だからシンシアではここの部分を減らしてあげる、痩せるところも大体一緒っていうんで、ここの部分にマイクロコンデンスリッチファット脂肪注入をしてあげるっていうね、まあ、そういう話になります。この方47歳の女性ですけれどもね、ヘルニアがあるからヘルニア減らして、涙袋がくっきりする、顔と首が一体化しちゃってるっていうんでね、ここの部分ベーザーキセルで脂肪吸引をしています。ベーザーが本当重要なのはこの辺です。もう本当この辺、フェイスラインをもう綺麗に減らして、もう顎下も綺麗に減らして、もう顔と首はもう分離してるが綺麗で、こっちの方痩せちゃってる部分にボリュームを回復する、涙袋つるんとした感じ、若い見た目のラインを出すっていうね。人が見てるっていうのは膨らみとへこみの分布ですんでね、こちらの方を重視することが重要と。若い時にフェイスリフトをするほど、無理して引っ張ろうとするほど傷とか構造に無理がかかるんですね。よくねフェイスリフト耳とか FL 耳とか言ったりしますけれども、ここの部分がすごい壊れちゃって、耳としてのこの形が不自然になっちゃってるっていうね、リガメント法とか言ってるクリニック結構あるあるなんですよ。傷だけ見ると切ってる場所がすごい悪いなって私は思うんですけれどもね、やっぱ結果としてこういうところについてたり、こういうとこがあったりしたらですね、若く見えないんですよ。若い人にただ切るっていう行為っていう自体はもう本当にダメなんじゃないですかね。フェイスリフト全部否定しないですよ。切るフェイスリフト素晴らしい手術ですけれども、年を取ってたボリュームの分布の悪さを改善させることなく単独で行っていい状況っていうのはむしろ非常にレアです。70歳とか超えちゃってるような、全てが枯れちゃってる、なおかつ中顔面とかここにしぼみが来てないっていう、そういうレア状況においてのみ切るフェイスリフトが有効なんだよ。超絶切る場所が綺麗で中の処理が完璧であってもですよ。だからそういう人たちが続々シンシアに来ちゃって、切らないフェイスリフト、もうダウンタイムなんか何十分の1つっても過言じゃないぐらい楽で、痛みも軽いし傷なんかもう気にすることもなまずまずないでしょっていう、ここの部分だけですからね。ここ切って傷が悪くなって耳も変形しちゃうような、そういうフェイスリフトは本当にやってはいけませんの範疇になりますんで、気をつけていただければと思います。ということで今回の動画では、ただ切るフェイスリフト、脂肪吸引と脂肪注入を提案しないできないドクターに関しては、フェイスリフトなんてやる価値全くないんだっていうことについてお話しさせていただきました。シンシアの切らないフェイスリフト、年を取ったらついてきてしまう場所の脂肪吸引を行い、しぼんでしまうところを復活させる、これだけでいかに若返ることができるのか、これについてもお話しさせていただきました。今回の動画も役に立ったな、面白かったな、もうフェイスリフトしたくてしょうがないけど、これを聞いたら切らずに済む、そんな気がする、希望が持てた、そういうふうに思っていただけた方は、ぜひいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。今回の動画も最後までご覧いただきありがとうございました。